国宝太刀無名一文字、号大和峠、別名山頂毛は国宝に指定されている刀剣の中でも最高傑作の一振りだと言われています。岡山県瀬戸内市長船町、かつて備前長船と呼ばれていたこの地域は、鎌倉室町時代を代表する日本刀の一大生産地でした。現存する日本刀の多く、そして国宝のおよそ半数は長船を中心とした地域で作られた備前刀です。長船には日本刀の関連史跡が残っており、今でも刀職が工房を構えて日本刀を作り続けています。山頂毛は瀬戸内市長船町福岡地区を拠点に、鎌倉時代に数多くの名工を輩出した福岡一文字派の作とされ、作られた時期は13世紀鎌倉時代中期の福岡一文字派が最も栄えていた時期と考えられています。山頂毛は身幅が広く、反りの高い堂々とした姿をしています。焼き頭がしのぎ筋にまでかかるほどの華やかな王朝地乱れの刃文が特徴的で、幾重にも重なる重花丁字や随所に入る飛び焼きが見どころです。この日本一とも称される華麗な刃文は、山鳥の羽毛、また燃える山野を連想させ、それが豪名の由来とも言われています。刃元にある刃こぼれは過去の戦で受けた傷であると考えられ、戦場で使われていたことを想像させます。この山頂毛を愛刀として所蔵したのが、越後の国の戦国大名である上杉謙信です。今の群馬県にあたる上野の国の白井城主長尾憲景から贈られたとされ、以後山頂毛はこの武勇名高い名称とともに戦国の世を駆け抜けます。そして謙信亡き後は上杉景勝に引き継がれ、上杉家の家宝となり、昭和27年に国宝に指定されています。山頂毛には唾がなく、実践的な合口ごしらえがついています。このごしらえは他には類を見ない上杉家独特のものです。およそ800年の時を超えて、日本刀の聖地、ここ長船の地に里帰りした山頂毛、この地でまた新たな歴史を刻み始めます。